他種選択テストに比べてオーセンティシティ、信証性が高く、学習者のみならず教師が授業の目的であるタスクをやり遂げようというモチベーションがあります。最初のところがスターティングアウト。ここでは比較級と最上級、特に短い単語についての比較級と最上級を学びます。みんなそろそろナンバーワン見えてきましたか？最強モンスター。じゃあ1番を今からまとめていきます。これ一番古いのキングコングだよね。今回は2つ比べた言い方とあと1個1番っていう言い方もみんなに紹介したいです。じゃあこれ一緒に読んでみてください。 King Kong is the oldest of the five monsters。 はい、 King Kong is the oldest of the five。 一番上の3つですね、なるべくアイコンタクトをしながら自然な笑顔で英語を話してください。忘れちゃったなっていう時は見てもらってもいいんだけど、基本的にはちゃんと目を見てやれるといいかなと思います。I think Mr. Sato is the nicest teacher in our school. Oh, really? Yeah, because his lesson is interesting for me. Miss Maru. 受験英語っていうことで問題集をたくさん解くような授業をするのではなく、コミュニケーション活動を中心の授業を行うことで、同時に受験対策、それからコミュニケーションのための力、両方をつけることができるっていうのは、今回の3年間の実践で、可能だと思います。実際の流れはこのようになっています。毎回の授業で必ずコミュニケーション活動を入れました。そして5回の授業の最後がパフォーマンステストです。今回は会話のテストになります。それぞれのカードには Where、 どこ行ったのかっていうのは全員聞くことになっていますが、2番3番4番、2番3番についてはこの質問をしてください。3番については、この質問をしてください。はい、海。Let's talk about travel. Okay. So, where did you go? I went to Hiroshima. Mira. Yeah. Good. Who did you go there with? I went there with my friend. Okay. So now I ask you about your trip. Yes. So where did you go? I went to Tokyo. Tokyo? Yes. Very good. Thank you. Who did you go there with? Unfortunately, I went to there alone. Alone? Alone, yes. Okay.